はいどうもこんにちは、新用企画です。今回はキノリンの合成について紹介をしていきます。今までもキノリンの合成法って何個か紹介してきたんですけど、今回はまた新しい反応を3つまとめて紹介します。今回紹介するのはコンベスキノリン合成、コンラットリンパッハキノリン合成、そしてクノールキノリン合成の3本です。この3つの反応は出発物と生成物がよく似ています。 キノリン合成なので生成物が似ているっていうのは当たり前なんですけども他のキノリン合成に比べてほとんど同じような原料を使ってキノリンを合成します。 この3つの反応はすべてキノリンのベンゼン管側。この図でいうと左側の青い部分ですね。ここにはすべてアニリンを出発物にします。この部分にアニリンを使うっていうのはほとんどのキノリン合成に共通した話で、キノリン合成の人命反応っていうのはまあ有名なやつだけでも軽く10種類ぐらいあるんですけど、大体はベンゼン側にはアニリンを使います。問題は左側のピリジン管側ですね。最初のコンベス合成ではベータジケトン。こんな構造ですね。 の位置に2つケトンがありますよというこういった構造を出発物にして酸を反応させますそうすると生成物として置換器のついたキノリンが得られますコンラトリンパ波合成とクノール合成ではどちらも β ケトエステルを出発物としますエステルの位置から数えて α ベ β β の位置にケトンがあるエステルということですねこのような β ケトエステルを用いるのでこの2つの反応というのは原料は全く同じです では、この2つの反応の違いは何かというと、コンラトリンパ派の場合は、上と同じく3条件で室温で反応させます。そうすると、4ヒドロキシ、この n の位置を1とした時に、1、2、3、4、4位の部分にヒドロキシキがついたキノリンが得られます。それに対して3条件で、今度は加熱を行うことで、4ではなく2の場所にヒドロキシキがついたキノリンが得られます。では、早速これらの反応を1個ずつ解説をしていきましょう。 では最初にコンベスキノリン合成を紹介します。コンベス合成は他の2つと違って出発物が β ジケトンになっていますね。まず最初にアニリンのロンペアがジケトンの酸素に攻撃して新しい結合ができます。新しい結合ができたことでここの部分がアンモニウムイオンの形になりましたから OH のロンペアがプロトンを奪います。 ここ1段階省略しちゃってますけどここですね o ここ O が上がってマイナスができるのでそこに酸性条件の酸がついてこのような OH になっていますでこの OH がまたプロトンをつけてこういうふうな構造になります続いて窒素のロンペアに押し出されることでここの H2O が外れますそしたらこの位置についているプロトンが外れて窒素のプラスまで電子が移動していってこのようになります 次にまたこの窒素のロンペアが今度はベンゼン管側に押し込まれることで残っているカルボニルに対して方向属給電一管反応が起こりますこれで新しい結合がこの位置にできましたこれで管ができましたねそしたらこの時と同じようにここの部分のプロトンが外れて窒素のプラスまで電子が流れていきます最後にここの OH がプロトンをくっつけて窒素のプロトンが外れて電子が流れていって でここのの H2O 部分がだっつりすればここのようになりますこれでキノリンが完成しましたねこのコンベス合成によって例えばアミノインドールを原料にこのような構造を作ることができますいかにも前合成に使えそうな反応ですよね一応言っておくとこのコンベス合成はこっち側の置換器とこっち側の置換器今回でいうとメチル器とフェニル器っていうのを区別することができないので異性体としてこのような構造も得られます こっっっちち側側ががメチルルで、ここフェニルになっていますよね。このように2種類の化合物が生成物として得られることに注意してくださいでは続いてコンラトリンパ波器のリン合成について紹介をしていきますこの反応の原料はさっきと違って β ケトエステルになっていますねここの部分がさっきと違ってエステルの形になっていますそうすると最後ここの OR3 の部分が外れて OH が残るだけなのでそれ以外の部分の反応機構は同じですということで違う部分だけ抜き出して解説をしていきます コンベス合成の場合は最後6イン管ができた後にここの OH がプロトンを孵化して窒素についているプロトンが外れることでここの部分が方向属化します。で最後ここの h 2を水が脱離することによってこのように R3 が残ります。それに対してコンラットリンパ波合成の場合っていうのは OR3 の方がプロトン化してアルコールが脱離します。これは単純に水よりもアルコールの方が良い脱離器であることが理由です。 なのでコンラトリンパ波合成ではここの OH が残るので最後ヒドロキシキノリンとなるわけですちなみに先ほどのコンベス合成の場合っていうのは最初のアニリンが嗅覚攻撃する段階でこの2つのケトンどちらもケトンなのでこのどちらのケトンに攻撃するかによって2つの化合物が得られるというお話をしましたしかし今回のコンラトリンパ波合成の場合っていうのはケトンとエステルではケトンの方が反応性が高いのでアニリンの窒素というのはケトン側に攻撃することになります なのでこのような2位にヒドロキシキがついた構造は主生成物にはなりませんこのようにより反応性の高い部位と反応することで生成物に選択性が生まれる反応のことを速度論的反応と言いますなので今回のように速度論的な反応によってできた生成物のことを速度論的生成物と言いますただし条件を少し変えることでこちらの2位にヒドロキシキがついた生成物を選択的に作ることも可能ですこれが次に紹介するクノールキノリン合成です クノール合成では最終的な生成物がより安定になるように反応します。このような反応を熱力学的反応と呼ぶんですけども、それによってできたこのような生成物を熱力学的生成物と呼びます。この速度論的とか熱力学的といった話はまた後で軽く説明をします。まずはクノール合成の反応機構から見ていきましょう。 まず今回のクノール合成の場合は窒素がカルモニルに攻撃するステップでコンラトリンパッハではケト側に攻撃するのに対して今回のクノール合成ではエステル側に攻撃をします。あとここからは同じでアミンのプロトンを奪ってで同じようにここの窒素に押し出されてアルコールが外れてこういうふうになります。 そしたら、ここから先は少し反応機構が違うので、ぜひ見比べてみてほしいんですけど、ここの部分がエノールの状態になっているので、エノール状態が解消されるように、プロトンが外れて、単結合に戻ります。あとは、この部分が方向属吸電一貫反応が起こって、感化を起こします。で、ここの部分のプロトンが外れて、ベンゼン環が回復します。最後に OH の部分がプロトンを孵化して、それが脱離して、気のりになります。 ほとんど同じなので駆け足で解説しましたけど是非自分の手で書いてみてください。 この反応機構において最後の2つのステップというのはどちらも方向属化合物となっています右側はもちろん4ヒドルキシキノリンですけど左側の構造もキノリノンと呼ばれる構造で窒素の部分にロンペアがありますからここの部分も6倍系になっていますなので全体としては10倍系となっていますねここの部分の炭素もカルボニルなので sp2 ですよねこのようにどちらの構造も方向属となるような5変異性を取ることができるので生成物の構造として非常に安定です なので、こちらの生成物というのを熱力学的生成物と呼ぶわけですね。以上のことをまとめるとこうなります。コンラットリンパ波合成では室温なので反応性の低いエステルには攻撃できずに必ずケトン側、R1 側ですよね。R1 の側でのみ最初の縮合というのが起こります。そしてその後にここの部分に新しい結合ができるので結果として4ヒドルキシキノリンができます。 それに対してクノールキノリン合成の場合には最終的な生成物がより安定な構造になるように反応が進行するため十分加熱することが必要ですで十分加熱することによってこのエステルガトと無理やり縮合させますで無事エステルガーと縮合したらあとは感化するだけなのでニーヒドロキシキノリンが生成しますこの2つの反応は言ってしまえば温度が違うだけで違う生成物になるよというのを個別に人名をつけているだけです 実はこのクノールキノリン合成というのはこの部分だけを指して呼ぶことが多いです。ケムスティやウィキペディアなんかでもこの構造からスタートしています。 その前のステップのアニリンとケトエステルの縮合の段階というのは含まれていないことが多いんですけど今言った理屈でコンラットリンパ波合成と区別することができますので最初の部分から反応機構を変えて説明できるようになっておきましょうということでこのような出発物からコンラットリンパ波合成もしくはクノール合成を行うとそれぞれこのような構造になりますこれなんかカルボニルが3つあってちょっと複雑な構造ですけどこのカルボニルっていうのは12の関係になっていますから今回の反応とは関係ありません今回の反応は真ん中 この部分と右側13の関係になっているジカルルボニででの反応でしたよね最後にまとめとして今回紹介した3つの反応を軽くおさらいしておきますまずアニリンに対して β ジケトンを反応させる場合にはアルキルキががしたキノリンが得られますこの反応は3と書いてありますけど熱力学的とか速度論的とか考える必要はないので基本的には加熱を行います この反応はどっちもケトンなので反応機構に違いはありませんけど単純に異性体として R1 と R3 が入れ替わった構造も得られてしまうことに注意してくださいまたアニリンに対して β ケトエステルを反応させた場合というのは OR3 が脱離して OH になるんですけど室温で反応させる場合には速度論的に優勢な4ヒドロキシキノリンが得られますまた加熱を行うことで熱力学的に優勢な2ヒドロキシキノリンを得ることもできます この2つは反応機構が少しだけ違うので注意してくださいまた今回紹介した3つの反応以外にも過去にいくつかキノリン合成の反応を紹介しているので興味のある方は動画の概要欄から飛んでぜひ見てみてくださいねはいというわけで今回の動画はおしまいですご視聴ありがとうございました今回の動画が役に立ったという方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いしますご指摘リクエスト等ありましたらコメント欄にどしどし書いてください反応機構アプリはこちらの QR コードからインストールすることができます皆様のお勉強の役に立てれば嬉しいですそれではバイバイ